第6競争トータリゼーターエンジニアリング杯第1回フォーマルハウト賞2歳牝馬 1400m の重賞レースです。キンキラキン、アドベンチャーベイ、一の小町、爆裂魔法、池のしーちゃん、カタラ、ロトクローバー、ミヤノウッドリー、オンネマトカ、オキザリスレディ、オキザリスレディ、ニューホライゾン、11頭の対戦。枠入り最後は11番ゲートにニューホライゾン。第1回フォーマルハウト賞枠入りが終わります。係が離れてスタートを切りました。まずまず揃った飛び出しでした。先行集団が横に広がった状態から2番アドベンチャーベイ、4番爆裂魔法、そして10番オキザリスレディ、先団の後ろ4番で集団は広がって、9番オンネマトカ、7番ロトクローバー、内には5番池のしーちゃん、その後に8番ミヤノウッドリーがいます。1コーナーのカーブです。第2コーナーのカーブの逃げる競馬は2番アドベンチャーベイ、今一馬身のリード。第2コーナーのカーブ、そして4番爆裂魔法が単独2投目、その後一馬身半差で5番池のしーちゃん、外10番オキザリスレディ、5投目は中段です。中段の集団は9番オンネマトカ、7番ロトクローバーと11番ニューホライゾン。中段の後ろにいますのが6番カタラと、そして1番キンキラキン。離れて、いや3番一の小町の順番が現在は10番手で、11投目、8番ミヤノウッドリー、1頭だけ離されて4コーナーのカーブ、2番アドベンチャーベイ、1馬身のリード、外に回る5番池のしーちゃん、4コーナーのカーブ、10番オキザリスレディが3番手の外、そして6枠の7番ロトクローバーが出てきて直線に向く。残りあと 200m、 3番一の小町も2番手集団に加わった。100を切って、それでも5番の池のしーちゃんは6馬身のリードを取りました。3番一の小町と6番のカタラが2着、3番一の小町は3着、その後追い込んできた8番ミヤノウッドリーと7番ロトクローバーでした。それら2番手以下の集団を突き放して、吉村智弘、5番池のしーちゃん。池のしーちゃんは通算2度目の勝利がこのフォーマルハウト賞の優勝でした。池のしーちゃん、重賞レースは2度目の挑戦で初タイトルです。第6競争1着5番池のしーちゃん、吉村智弘圧勝。4馬身差で6番カタラ、体半分差で3番一の小町、その後また4馬身くらいの間があって4着5着争いは8番ミヤノウッドリー、あそこからよく追い込んで4着、7番ロトクローバーがその内での5着の入選でした。